これ横断幕めちゃくちゃかっこいいですね、でかくて。あ、兄に面白い試合ですよ。じゃあ本日四国リーグ第12節中村クラブと、今日はね、ホームで対戦していきたいと思います。すいませんちょっと髪髪でもうテイク3やけど、まあね今日はあの昼からということですね。まあ気温もね今日は曇ってるんで、まあまあまあ涼しいかと思います。今佐渡津ちょっと連敗ねだいぶちょっと負けてるので、もうそろそろ、まあ、残りね試合も3試合になってます。まあ、そろそろですね、もう勝ち点残り3試合なんで9点ですね。もうこれしっかり取っていって、ね、落とさずリムでタオツラッシュと出していこうかなと思います。カジ君、じゃあ今日の意気込みを一言お願いします。なかったよ、先生。じゃあ僕が行きます。ベンチからいい声出します。頑張っていきます。これ横断幕めちゃくちゃかっこいいですね、でかくて。ただこの横に選手個人の横断幕もあったらめっちゃかっこよくないですか。かっこいい、かっこいいですよね、うん、欲しいな。多分テクシー行かれてる横に、うん、個人個人の名前が入った、うん、横断幕欲しい。はい、じゃあこれ行きましょう。まずランキング表、磯野さんにも送ってもらいましたが、こんな感じですね。ちょっとちっちゃいんで見えないと思います。いや、俺にきつい。徳島レベニー、経由、リアマス、タドツ、すごいのしてますね。何で、俺としては、やっぱり今日は攻守に当たってもこう主導権握って、攻撃ばかりされて、守備も、主導権握って、ほんで、新しいチャレンジもしながら、ゲームを支配しましょう。で、勝ち点3をしっかり取りに行って、ランキングを、あげよう。リーグ戦においての主導権をしっかり取れるようにしましょう。うん、いいですか。でも後半の時もあったっすよ。うん。まあそれワンタッチ。そうそう、ターン。そう、ナイス。ワンタッチ。はい、はい、もう一回。はい、逆サイド見て。逆サイド見て。ああ。はい、ボールスピード上げて。もうミーティングでいる通りです。1試合1試合しっかり確認して、OK、もう勝ちにこだわってよっしゃ、勝ちにこだわろう。よし、去年と一緒になんなよ。うぇい、諦めは悪いよ。おやーやばい、思い出した。ゴー、はい、いけるぞー。あいかん、ダッシュ作っとくで。ダッシュ入ってたんじゃん。
りもう普通に相手に合わせてダメよ。なで今日見たらやっぱり迫力とかこういうの全然ないで、スプリントのランとか言われてやってる感じ、行けよって後ろに言われて行ってる感じ、後ろもやっぱり湧き出るあれがない、逆に相手が戻ったら守れるっていうのでやっぱ自信つけてしまってる。だから最終的には勝てるやろ、やっぱ絶対勝てん。もうちょっと目の色を変えて相手叩かないから、ある意味面白い試合ですよ。必ずものにしよう。OK、 じゃあ90分未満の人をそのまま横断幕閉まってください。さあ、あと2試合勝ちましょう、うん、今日は勝ち切った素晴らしかったです。浜辺もね、本当に楽しみに来てくれて、今までありがとう。ちゃんと1点結果出したんで、まずゴールよし、あとまあ、いいチームもしっかり見てください。浜辺ほんまに90分出とったかのようなことです毎日練習来とるかのような。はい、キリス9-3 9-3 9-3 9-3 9-3 あー、続いてじゃあ、やろう。なんか怒ってない、あれは続くな、お前なんか納得してないやろ、これダメだもん、あなたは思ってんの。よし、今日のゴール振り返ってどうでしたか。ありがとうございます。まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、点取りました。まあね、自分を努力すればこういうことがあるかなと思いますまあまあまあ、そんなことは置いといて、12節中村クラブ、見事勝利しました。ありがとうございます。でかいですね、まずでかいです。あと残り2試合勝っていこうと思うんですけど、まあほんまに今日の勝ちはでかかったと思います。まあね、あと2試合ですか、ちょっと頑張っていきます。もう次は、まあ、あとアウェーとで、ベリオ戦もアウェーの2試合アウェーなんですけども、しっかりできます。今日は皆さん応援ありがとうございました。僕もね、元気なんで気持ちよく出れそうです。ありがとうございました。また応援してください。ありがとうございます。決めた、決めたね。こんにちは。本日、地獄、四国と中国混じった。中国リーグちゃうけど、四国リーグ。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 第12節ですね。はい。はい。